青のユニフォーム蒲田マーレ讃岐、そして白セカンドユニフォームはレノファ山口 FC です。21位讃岐と20位の山口、残留をかけた直接対決です。3バック、さあボールをすらしていきましたが、ここは21番の弘樹が対応していきました。レノファ山口、いいですよね。さあボールを奪って木島哲也、中のボールを送っていく、ゴール前、村上、原がキープする、原前を向いてシュート、ナイスブロック、福本かクリアをしていきました山口。まあ、こういうところですよね。非常に前線の切り替えが早かったですよね。相手ボールにはなりましたけど、はい、そこから切り返して高い位置でボールを奪って、まずは攻撃の形できましたね。大きなチャンスを迎えましたさぬき。さあショートコーナー、面白いボール中に送って福本、そして前のシュートか、左足、さあこれチャンスになりますよ。さあチャンスラグ、高木、ここでボールを追い越せるかですね。砂田が前を走る、うん、そして渡辺大吾につながる。さあここは渡辺一気に来たいですよ。ゴール前には2人、砂田を越えていく、ヘディングシュート、決まった、先制ゴール讃岐。山口相手に武田が決めた。山口の方は若干基準が遅れましたね。渡辺からのボール、前が対応しきれませんでした。見事なカウンター。前半20分が経過しています。得点は1対0讃岐リード。さあ山口のフリーキックのチャンス、壁に入っていくのは弘樹です。ペナルティーエリアの前に讃岐も壁を作っていく、シュートを放っていった、決まった、前が決めた、前の左足ですね。一瞬の隙、同点ゴールに追いつきました。いやー、小野瀬か佐藤かと思われていたところ、動かしたところで前ですね。左足やはり強烈ですからね。ここでずらして後ろからこの隙間を使っていきました。変化してますよね、セカンドボールも大事にしたい讃岐。直接どうか、村上、いやー、木島哲也のシュート、好セーブを見せました村上です。素晴らしかったですけどね、今のは決定的。まだまだ地面にこの蓄積された熱がこもっている中でのプレーということになります。木島哲也、原が落とす、前を向く木島哲也、直接狙っていった左足、村上、素晴らしいセービング、気持ちが入ってますよね、はい、こういうところでも。木島哲也もここはしっかり狙っていきましたが、ラストプレーになるか。山口にとってはこのセットプレーのチャンス、コーナーキック、さぬきは嫌ですね、これです、高さがある。さあクロスが入ってくる、ファーサイド折り返してどうか、そのまま入った、山口逆転に成功。3番の渡辺、貴重な追加点、3点目なるか。山口中央からどうか、岸田折り返して、佐藤中央からこぼしている、決まった、宮城が押し込んだ、貴重な貴重な3点目、レノファ山口。このゴール前ちょうど宮城のところが空いていました。ジャストミートしなかったんですが、そうですね、高さっていうところを生かされた失点ですよね。初ゴールとなります、この宮城のゴール決まりました、3点目。さあこのボールを奪われると危ないのは讃岐です。山口、佐藤、勝負を仕掛けていく、一旦戻して岸田、ここにいる、出てかないと、岸田のシュートだ、強烈だったですね。これは清水健太が手を出しました。2試合連続ゴールなるかというこの岸田のシュート。ユンからもう一度戻す、中には3人の選手、ガナハを飛び越えてババ、折り返す、決まったか、いや、書き出しましたね、ナイスセーブ、3番の渡辺光大。すでに4分台に入っています。
500人を超えるレノファ山口サポーター。ここで上田出身の長い笛、3対1、レノファ山口今シーズン初の連勝。甲斐さぬきとの直接対決を制し、勝ち点差を6に広げました。今シーズンこれで5勝目、勝ち点は19になりました。残留争いに別れを告げ、いよいよ山口後半戦巻き返しののろしを上げます。